きなり2人で抜いて飛び出して、おっ、ファーストラウンド、ファーストブラッドはメインを潰したというところで、寄ってくるラズまで食った。さあ、クローまで見えて、そのまま A に流れていくクレイジーラ君。理想的な展開作りですね。この間、シュガーゼロはランプから顔を出しますが、アステルが抑えて、設置までは容易でしょう。シュガーゼロがよくランプから飛び出すことまで対策できていますかね。今のデッセージが映ればもうほぼほぼ確定するところですね。そうですね。サイドを取っていきました。入っていく黒、1人抜いた、2人目まで持っていった。これで3キル、マンチキンが抑えて、ファフがやられた。ここまずは窓の権利を、主導権を握っていきますが、ここはフェイクの抜かれる、逃がします。ここでまた A に寄せましたね。さあ問題はシュガーゼロ、この中でどこまで耐えることができるでしょうか。インスモーク、うまい、ナノスマームでちゃんと追い出しましたね。そしてシュガーゼロ、ここの対応はやはりスペクターの走り打ちの方が強い距離でもありました。インセンディアリー、セップが落ちた、氷が溶けました。まあ、行くとすればネスを先頭にというところでしょうか。ただ無理はしません。ああ出てきたところ、クローが抑えられました。まあ、ショートからのエントリーです。エントリーのタイミングでグラビティウェル、バックサイトにオービタルストライクを打ち放ちますが、11トレードという形になりました。いや、今のオービタルストライク対策ですね。これ完璧でしたね。そしてネスは弱体化を受けながらでも設置をしようという試み。そのカバーにアステルが入った。スティンビーコン、気持ちだけは上がりました。ビボ、そしてポポガチ抜いていきまして、5対0、ここをかろうとしてるかもしれないですね。現状かなり、ああなるほど。いや、ゆきしょさん、今までの長スキルはなくなりました。サイドを見てる瞬間、側面を取ったのはシュガーゼロ。浴場は取れています。やや抜けていましたが、ラズここで少し引いてロックダウンです。このロックダウンは壊せないですね。しかもシーカー打っちゃってるんで、シーカーの位置である程度手前の位置は分かりました。ランプ2は確定、取り返しが始まっていく。メイとネスはどう対応するか。シュガーゼロ、綺麗な決め打ち、おお、マシンのオペレーター、ブレードストーンまで放った。3人目、4人目、いい、そうなるか。どうするか、解除するしかない、顔を出さない、うん、エースより勝利だ。それがマン出待ち、ポポ勝ち。ここはデップが抜いてソースアップ起こしますね。これで人数有利です。あ、おっしゃる通りだと思いますね。ここはもうスローブと組み合わせて設置遅延からの、いや、もうジャイファイター超突破、逃げ切れない。アタリをした。 A でキャリアダウン、でここも足止めのシュガーゼロのサポートもありました。ラストはマンチキン、ワンオフォー、早めに距離を詰めていきます。うん、わお、3次元の戦いでしたけれども、ここのカバーにはシュガーを置いてみなくていい状況を作ったので、これで B4 に形変わっていきますよ。まあ、こうなるとワープしたとしても壁を割る時間があるというところで、はい、猶予があるゼータディビジョン。その間にマンチキンはエントリー始まりました。リコンで映ったクロイトコ隠れてる、中に入ってきて3人目は少し抜いている、逆にリコンボルトで映った。3対2の状況、クレイジーラ君は人数不利、オペレーターのダメージで体力26、ドクターズは綺麗に入っている、流れ耐える点、2-on-2、設置までいけるか。体力16、ポポガチの体力ももうありません。中入った、デップの取り返し、もっと2-on-1、体力ないぞ、ほぼ体力フルのデップ、クラシックでいく、クラシックの A なんだ。オペレーターの運用はデップです。ジャッジはラズ、ファーストブラッドデップ、ロボットでショートを警戒、壊されます。デップの位置はかなり前面、ここは天が対応、ブラストパックまで入れていきます。リコンボルトで移った天、しかしここはショートの対応、うん、しゃばれてます。さあラストはポポ勝ち、守り方を変えたことですかね。はい、やっぱりラズを置くことで少し、耐える、アンターズフューリーを打っても面白いかもしれません。さあオペレーターダメージを受けました。前に出てくるマッチ、素晴らしい、壁まで打ちましたがダブルキル。こうなるとアルティメットの栄光というところも考えなければいけません。
あ、ただそれでも使う。ロックダウンとハンターとフューリー両方打ちました。おお、深く入ったネス。設置まで行くアーステル。前半絶対に8本は取りたいという。あ、おっと、ちょっと今日は糖分多め。ぼーっとしていたようです。エルボーファーストブラスト焦る。どうだ、まだ打たない。シーカー入ってる、絶対逃げれない。そしてマッチンが挟んでいた。そこをオペレーターで落としていくのがデップ。ただエルボーは取りましたね。いや、スモークはスカイスモークでディフェンダーサイドを止めましたが、トポ勝ち。どうする、どっちの対応だ。ラズを落としていくのか分かっていないので、テンを挟みに行く。挟みに行けました。これで浴場取れましたよ。おー、メイといいとこ取ってますね。そしてメイが抑えたことによって、フリはゼータディビジョン。うん、素晴らしいフラッシュからラストはラズ。ダメージアビリティも残してますね。裏から寄っていくネスの足音。1人落とした。最後はショーティー。おー、9対3。ラストバック、そうですね、ないとなるとペイント弾とブームボットでのエントリーと、そうですね、シンプルなエントリーになるでしょう。ワープして一気に裏からメイが飛び出していく。マンチもいた、いました。その上で今クリアリングをしに行ってるん でシュガーゼロがクリアリング完了し、あ、全部見漏れましたね。しかもこれはフェイク壁、裏だと分かりました。左に穴が開いています。これ通れるやつですよね。はい、想定通りの壁だったかは少し難しいですが、まあ、スモークが入ってましたからね。ただいい壁にはなりました。ラズがプレッシャーをかけて、まあ、これ以上はピークしなくていいというラズのプレーです。無理はしないラズ。ディフェンダーサイドから落としていき、側面を取ったラズ。ラストマンチキン、ワンワン。これグラビティベル残してるんで時間ないですね。時間はほぼありません。りた、うん、ブリンクインしたところはシュガーゼロがのか。そうですね、うん、特にショート進行というところもよくありますからね。はい、ジャンピング見えました。武器がやや不利な中でマンチキンが飛んだ。ここにはバッキ ー。この打ち合いでは黒、人数をかけていくのがゼータディビジョンのタイミングでフラッシュを受けたとしても、まあ、しっかりリコンが入ればチャンスがある。さあリコンの開始、映るか、映らない。これがゼータの対策。フラッシュ入れてバックサイドへ。まだメイはいるぞ、メイはいるぞ。まだメイは残っているが他の選手が倒された。武器有利なラウンド、クレジーラ君が落とす結果となりました。ゼータディビジョン6本目。6本リコンの対策はバッチシでした。ここで出てくるのがマンチン。2ラウンド連続自ら体でいきます。くさあ、うわー、キャリアダウン。自らの誕生日、自ら祝う4人目はカバーに入ったメイ。欲張りはしません。ブレード削った。3人構え。スローブ、スネークバイト、ペイントダウン。素晴らしいセットアップ。そこにはナノスワームの開始。足止めはできていますがブラスバックで入ってくて、落とした。エルボーからのメイ、カバーのシュガーゼロ、メイが落ちました、うん、蘇生をしながら黒のエントリー。中の点を起こして人数状況5人で耐えるゼータディビジョンはディフェンダーサイドにラズのオーラ、バイパーズピットを入れてパーフェクトラウンドに収めました。バンダルの武器でもあります。回復を施しますが位置がバレた。2段をしているのが見えた。こうなると窓は勝負するしかない。逃げられません。シュガーゼロデップ、シュガーゼロ、これで3-1トレード。熱が入ってきます。ダッチです。設置は止まらないでしょうね。バイクを設置。3対2。あ、武器的にはポポ勝ちは当然攻めますけれども、これで窓ディフェンダーサイド11確定。残り1名。これでロングを処理したのであとはディフェンダーサイドのみです。さあゼータの情報恥ずかしいですけど明け渡しでリテイクするかですよね。手前にマチキン、前ブリック、こっち。しかし天が返して 4-4 の人数状況。そっちかというバイブリンクでした。超ストッパーを持っていった。すれ違った。木中ではまだすれ違いが発生している。ポポガチャ側面にいる。そこに対応した天、メイのカバーも入った。フラッシュは不可避だ。
シーカーまで飛んでくる。エリアがきつい。3人が確定。無理やり設置まで持っていった。囲い込んでるな、クレイジーラ君。しかしフィジカルで対応するのはシュガーゼロ。これは避けられない。決め打ち2人取った。これも位置バレてると思いますけど、どうする。デップ自分から行く。自ら行った。1人目2人目。おこれがクラッチキングの子だ。まあ活を入れて流れを変えるようなタイムアウトを取りました。クレジット変えてますね。ギリギリ変えてますね。まさかさまっちこの距離、はい。まあ、その分ドライピークで勝負を仕掛ける機会が増えますが、2人目、4人目はいかずシュガーゼロのカバーが入りましたが、ドローンによってシュガーゼロの位置も暴かれた。もともとデップもリジェクト時代はこのバインドで一番走った選手でもありますからね。そうですね、3回ぐらいワープしました。はあ、その上であえてのランプ。ランプ結構ヘブンとかね取りたがる選手はいますけれども、うん、4人位置がバレた。さあデップフラグムービーは出るのか、あるのか。1人目1人目さあおおさあこのセットアップスピーディーかつ丁寧にいけるか。アステルはロックダウンの準備だ。先にハンターとフューリーエントリーを抑えた。落した。壁も避けぬまま落ちたデップ。あとはフィジカルでの勝負。残りは15秒。グレネード展開。さあこのエルボーでの勝負だ。ロックダウン。そしてインセンティブ。手前にはシュガーゼロが耐えている。カバーに入った。いやー抑えた。ロックダウン。インセンディアリーは A に戻っていく。トレイルブレイザーの音を聞いたネス。勝負をしにこのシェリフで前へ。スパイクドロップ素晴らしいワンピック。これバリアオープンを使えてないのでチャンスがある。クレイジラ君それでも設置した。設置はできた。バイパーズピットは打たない。ラグは勝てると判断したのか。人数差あるぞ。3対4。ショックダス一番れてます。3対4、うん、ラズが削り3対3。側面を取った。シュガーゼロ点。ラスト焦る。武器取れるぞこれ。ワンオンワンだ。まだ時間ある。お足を切った。しかし点全員揃った。ドローンでこれもう設置止めることだけ意識してますね。箱裏見えました。5対5乱戦だ。アビリティは共に打っている。まずは抜いた。デップが落ちた。これスパイク落ちたぞ。クレイジーラ君あるのか。ディフェンダーサイド抜けか。ゼロ距離フラッシュ横取った。当てるダブルキル。互いに2位交換。最後の1人だ。フォーズだ。シュガーゼロ対マンチキンネス。おお取り返したクレイジーラ君。12対12を A4 相手にショート4浴場1浴場のマンチキンがどう活かせるか。インスモーク点デップもカバーのありました。設置シュガーゼロのキルによってもう設置が難しい。体力70のポポガチが残りました。おトリプル裏から出てくるのがシュガーゼロ。ならもう B はもう、はい、ラズがずっとここに居続ければなんとかできるっていうのがチームプランでもあったかもしれないですね。もう最悪はもうリテイクと、はい、さあこすただ狙いは B です。そこにアステル気づけるか。窓とロングのプレッシャー。アステルの位置がバレた。ナノスマウで足止めタレット。そしてアステル抜いた。なんとか時間は稼ぎました。メイのカバーを待ち4対4。あ、どうやれない。あ、どうすんだ。あえて。いやでも空いてるぞ。これはある意味のフェイクになった。デップただこれ隠れてるポポガチがどうだ。うわあそこ抜いた。その間にこれでラズが入った。デップはどうするんだ。手前で押さえる。いや関係ない。クローがいった。クローがいった。フィジカルだ。結局はパワー。いつ出るんだデップ。オープン設置だ。早めに行った。ベントから出た。うまい。対空メイが返していく。ただヘブンからの射線。ラストワンスリー。うわーフリック。よく今の狙いましたね。これちょっと気になりますね。アステル逃げれなくなりました。一人持ってった。
十分です。壁を張った。問題はバッキーを持っている。バッキー武器取った、戻っていきました。ショーストッパー飛ぶことができるかどうか。早めの取り返しが始まった瞬間、ここは天の車線が通っています。ペイントダウンを入れて車線をキープ。おー素晴らしい。まだ4ラウンド終わったのに。あの感染画面では見えてますが、この後のプレーフラッシュは受けています。スローでこの時点でフラッシュは受けています。いやー見えてなくても心の目というか、なんていうか、これただ B メインを一度ね、スがクリアしたことで B はないかもしれないという情報だけは入った中での。おお、落としていった。壁も関係ない。マジキン焦る。そしてポポ勝ち。ワンキープ持ったよりにどういくか。シンプルに A に攻めていきました。さあ中に入った。マステルが見えた。ペイントダウンと合わせてペインが入っていく。深く入った。おお、2人で落とした。2人で落として、中に2人いるのが分かった。残り12秒、時間がない。レップ入るしかない。フラッシュで時間を稼ぐメイ。クローはなんとかオープンセッチが通った。しかもバイパースピットまで使いました。オープンセッチのバイパースピット絶望だ。クローもスロープのキープに成功しましたね。これは絶対に取り返したくない。策的ないですからね。落としたぞ。3対3。フラッシュもない、リコンもない。スモーク、センチネル、そしてジェットエントリー。うわっ、残り1秒。これはもうキープでしょう。そうですね、エージェントはやっぱり相場いないと厳しいですからね。そうですね。とは言ってもトレイルブレイザーも合わせていきますが、 B ヘブンに入っていくゼータディビジョン。シーカー打たせましたよ。シーカー打って中にフラッシュ、ファーストブラストは10、シュガーゼロのカバーも入った。ブラストパックが綺麗に入っている。落としきた。直当てだったか。今くっついてましたね。泣いた音が聞こえたんじゃないか。マシャにいるポポガチ帰れません。でアビリティで入れないようにしつつ設置、綺麗ですね。ワンチャンスを狙ってパラノイア使って取りに行ったんですけど、まあしね、トレイルブレイザーこのタイミング、シュガーゼロ、ああ、エーション今一瞬入りましたね。一瞬見えた。え？え？何今の？どこ情報？あのウィキペディア。あそこに、あそこにいるぞって。はい、あのクロがいるっていうウィキペディアの情報。どんな状況でもこう強気に強気にいける。あそこマジ。あとはシュガーゼロのスモーク頼りでエントリーをする点でしょうか。いや、リザレクションを狙うか。仲間は死なせない。しかしラズ、いやラズがもう一度落ちた。ラズは2回目カバーに入った。ペイントダウン、アステルを蘇生させました。うまいですね。前に出て徐々に天の木に過去ビジョンストライカーズが見せたマットのような動きか。もうデップはもう食らってもいいだろうと。ヘブンから天のカバーだ。正面では黒、無理やりのロックだ。もう一度へブレードソム、マンチキン。ただここはトレイルブレイザーバックブリンクまで使った。パーティータイム、どっちですか。うーん、壁に当たった。え、ファーストブラストデップいや、ラフターに登っていたのを落としたんで、もしかしたら映ってたかもしれないですね。いちいちトレード、そして天が筋肉で抑えていく。カバーも早いですね。ラスト、もうすでに1人ヘブンが確定。 S の1オン3です。クラッシュ綺麗に入った。あー入ったの警戒できてますね。うん、最後は黒のヘッド取ったんですが、そこにポイズンクラウド。バソブラッド、おー天チャンスがある。いや後ろ取ってるラズです。ただ最初の方がまだ2人います、ね、からメイダブルキルのチャンスもあるか。ここはフラッシュです。ネス粘れるか。あ、バレてますね。ショーティーでシュガーゼロも入って B 攻略完了。スローブ、そしてブラストバックまで使って天が落としていく。逃げない裸ジャッジ、男気あふれる裸。おお、マンチキン。ファーストブラッドはマンチキン。勝つためにはこの、やっぱりこのマンチキンが動いてワンピック取るところからですからね。強いメイ、これでセンターのコントロール。うわ、僕ジャッジ持ってます。アステル、ブラックなジャッジ。
ラズのストレスを溜めていきます。繰り返しどうでしょうか。ブーンボットが流されます。おお抜いた、抜いた。1トレード2トレード、これはクレジーランクーンの方が人数は有利だが、シュガーゼロのこのドンファイト、残り1名、ラストは10です。嫌な選手が残りました。あ、ジャンプが飛び出しますが、メインのカバーです。先にセットアップの方に入ります。 B のエントリーが始まった。ブラス手前にはアステルが入りました。おっ、シュガーゼロ3人目、あと30秒、これはもう入れない。無理やり入ったポポ勝ち。ヘブンからのカバー、2対4。いや、まだマンチキンがいます。ペイントダウン、敵残り1名、天のカバー、4人目もシュガーゼロ。エントリーが始まった。スクリーン側にはもう寄っているクロウ。ファーストブラッドはポポ勝ち、中の線を抑えました。スネークファイトによってアステルが落ちます。ポポ勝ちもクロウによって落とされ、中も設置、無理、ずるい。今日はこういうのばっかり出ますね。シーカーは上がっていますが、ワンオンフォー、苦しい状況。メイ1人捉えた、残り17発、横からジャッジ、スターズピットです。スロープ流れです。このマンチキンをどう押さえるか。ジャッジ、やられたことはやり返しましたね、これで。そしてカウンター、一度下がっていくか。トレイルブレイザーと合わせて挟みに行くポポ勝ちが入った。しかしそこはクロウのカバーが入っています。決め打ちのブレードストームも失敗、創生も入った。スパイクどう持っていく。あー、1個考えられるとすればネスがクロムザシャドウズで取りに行くこと。いやー、しかしその判断は難しいか。最後の1人だ。スパイクが運べなかっただけでこんな展開になるとは。お互い見えていません。最後は点です。そうです、回収クロムザシャドウズ戻りの設置。ただあまりにも人数が良くなかったのと、メインが関与できない。そう、結局メイがもし設置持っていたとしても、あの位置にいる限りメイが動けなくなっちゃうんですよね。そうですね。であればこう味方と合わせて、やっぱり負荷がかかるも、エントリーは抜いた、抜いた。ただマンチキンの存在は大きい。中は取れた。クロウのフラッシュはありません。クロウそこで抜ける、出るのか。ペイントだ、クリティカルだ。設置までは持っていくが、パーティータイム、その瞬間抜いたのはボボガチ。メイ、ただデップが上から3キル目、狭いエリア、シュラウドステップで逃げていく。中に入った、うまい。取り返しが始まっていく。シュラウドステップでもう一回アウト、上を取った。中ではポポ勝ち、通勤取って、ラストワンオンワン、ネス対シュガーゼロ、どこにいるんだ。カーテン出てきた、オープン。わー、ここはシュガーゼロだ。これで人数多いのが分かった。ファーストブラッドネス手前、銃口が見えた。一発くらいはしましたが生き残った。あと30秒、クラシックの頭へのダメージでした。天はどうする。抜いた。こういうのがあるのが VCT。 それでもまだ人数有利です。4対3です。フラッシュは1個溜まった。一方開始のフラッシュもメイは所持しています。ネスはパラノイア所持、体力ないぞ。後ろ向いた瞬間パラノイア、後ろからラズ、一時トレード、アフターショックも入ってきます。取り返しはマンチキン、手前でポポガチショックダス。ファーストランドクレジー、あ、天に譲りましたね。かな、あ、天ですね。うわ、しかし手前メイダブルキル、武器取った。3人目、強い。メイのシーカーが上がりました。4人目戻っていきました。物がない、なんか見えた、ジャッジだ。しかしカバーに入った、なんとかシーカーがね、縦になりました。勝負した、中ではポポ勝ち。いや、1ストレート中で勝負する。縁の気を使った、ソンツ14秒、上からクローアフターショック、あと10秒、無理やり設置はできた。いや、いや、受けた、あ、逃げたとこ狙った。取り返しが始まる、ジャッジ、ジャッジなんだよね。メイが取りました。ボルトラインがきっちり入って、スモークインの、お、え、おー、リコンですね。うん、でもボルトライン受けてました。
ラズデップシェリフで勝って設置止めた。3対3武器取った、うん、見てますね。ゼータなんとか流れを変えたい。このシェリフのラウンド、お、A 展開読んでますね。これラズはファントム持ってますよ。武器バンダル派から落ちたファントムを使う。鬼のラズ、ただ安全にこれそうですね奥に設置しましたね。鬼のラズバイクを設置、ロックダウン取りに行く。アラームボットまで置いた。裏からシュガーゼロ、この打ち合いネスがカバーした。これはセーブしてもアルティメットは使ってしまいましたが、まあまあまあ1ラウンドでも狙う。このまま、あ、強引に行く。強引に A 対空失敗。これはフラグか。しかし上からマッチ2人目ネスのカバーでした。中でこのスモークを使いながらのカバーです、うん、残り1名。これはまたラズ、はい、セーブになりそうですね。バイクを設置ですけど、はい、一応対策としてすぐに思いつくものは、もう一回オペレーターを出すタイミングが難しいので、あ、今回 A に固めますね。ここもマッチガーディアンで打ち抜いていくのが10、1-1トレード。カバーキルが取れましたね。リーバーガーディアンです。3人で守る映画はフラッシュからのピーク、フラッシュのフェイクだ。10のトリプルキル、ガーディアンで2人抜きました。リセッチですね、うん、手前のピークがラズを抜いた。スパイクをした、スパイクをまずは抜きました。ラズセッチフェイク、あ、シュガーゼロが後ろ取った。素晴らしい対応でした。こういったね、シュガーゼロに委ねたドローンは回ってくる。フラッシュのカバー入ってくる。点ファーストブラッド、まあ交差しね、シュガーゼロも時間稼ぎ成功。これがシュガーゼロ、カバーが早い。タイムの中このデビラ、もうこのタイミングラズも巻き込んだ。いや抜いた、うーん、抜けちゃうんですよね。ロックダウンです。これは壊せないので行くか。メインのワンプレーでだいぶ変わりました。シュガーゼロの取り返し、早い取り返した。ロックダウンは関係ない。前に出る勇気を持った。ここは前に出る、早すぎる。ショックダーツだ、ショックダーツが飛んでくる。解除見えてない。ショックダーツの開始、ハンターのフューリーの音がする。解除はハーフまではいける。いや勇気を持った、ハーフいった。恐れを知らない。しかしボーガーか、心配ない、俺がいる。6本目は下からシーカー来てるぞ。ギッコリコンで入りました。裏からシーカー飛んでくる。ポポガチも対応した。熱パラノイアを入れましたが、ラズダブルキル、取り返しが始まります。何も見えない。ポジションがちょっと窮屈ですが、窓からの点が重要な鍵を握っているか。1人目残り1名ゼータ、うーん、ここはうまく取り返しました。リテイクの形を取りました。さあ問題は焦るの位置、フォールトラインが入ってデップファーストブラッド5対4。このリテイクはゼータお手のものでしょう。5対4。しかしマンチキンがディフェンダーサイドまで、流れを変えるワンピック、カバーの黒、4対3。アフターショックもあるし、フラッシュポイントも2つあります。巻きへのアフターショックでしょうか。ここにはメイです。3対3オフアングル、ここもメイだ。裏ではポポ勝ち、正面では天が切るも映ってますね。映った瞬間ポポ勝ちです。こうなる、下がります。フラッシュ、ここで行く。ダブルキルまでは持っていけなかった。シーカー打った、シーカー打って今度はエリアコントロール、ナノスワムで足止め、グラビティウェルを超えたマンチン、行けた。ブレードスワムダメ、2発で、ってそれ当てたか。ジャンプしてたんですけど、ミークリック失敗、オペレーターあるぞ。アフターショックを打つ余裕はない。どうするんだ。ロックダウンはフェイクで使った。いやいや本命だ、本命にする。残り14秒、時間はない。ローリングサンダー解き放った、当たってる。残り10秒、設置はできていない。体力10の黒どうする。うわー、ショーティーだ、ショーティーの距離でいい。10対2で、ここからフラッシュの反応がありました。トレイルブレーザー流してデップのファーストブラッド囲めてるぞ。中から入っていくラズ、しかしフレンジーの距離だ。スターン当たってたんですけど2人持っていきましたね。3対2です。
前にいるネスを倒せませんです。ショーティーでしたね。バイクを設置。綺麗な配置のゼータ。オフアングルです。最後は黒のヒルになりまして、シンプルなガレージバサミです。トレイルブレイザー流してデップがそのまま入ってきます。凝った戦術は取りません。早いですね。ファーストブラとデップ早いセットアップ。中にはジャッジ、ネスが待っていますが、そこをデップクラシック、いやシェリフで落としていきました。しかもジャッジをデップに奪われましたね。これはちょっと怖いぞ。取り返しは3人。トレイルブレイザーフラッシュは残っている。メイン裏は見れていない。正面ではデップ、シェリフで落としていきました。いきなりもう4対2になっています。いやこれ裏を無視しましたね。ハーフまではいけそうだが、打ち合いではマチキンあるぞ。はい残念。有利だ、あるぞ。この駆け引きオールトライン、いや入ってない。うわおナイスフリック。されていたので使うタイミングはちょっと後で使うかもしれない。ファーストデップ、こうなるとエントリーの時には使わない可能性もあります。ありますね。ただ人数有利だから使ってもいいという考えもありますが、ショート2見えた。ダズ隠れてるぞ、手前にいる。ほぼ勝ち、ダブルキル、ショートマン確定。これでちょっと分からなくなった。ローリッチサンダー打った。ネスは手前にシュラードセップが入ってた。ネスは避けてます。素晴らしいビッグダッシュ。ネスパス、ネスが救った。ネスらしさもあり、トップ5プレイズに入ってもいいぐらいのプレイでした。ファーストブラッド、デップ攻めオペレーター、手前にはまたネットできる。早めに切る。これガレージ取りに行きました。抜かれる、抜かれるが、エリアコントロールではクレイジーラックンだ。止めているところネスが飛んでいった。バックサイト、いやネスがまた救うのか。時間稼ぎは成功。ボールトライン避けるものの、ここはカバーに入ったクローです。残り1名、挟んでいくラーズ徹底してます。そしてテンはなんと B からいつ打つか。ハンダスピリー、ここで打った。うまい、いや打ちましたね。ネスのファーストブラッド、立ち回りが輝いてる。パラノイア上から来る。ただハンダスピリー避けた、避けた。いやそのからの C 展開、シュガーゼロが取ってる。ロンからシュガーゼロ、そしてガレージから3人、ディフェンダーサイドから4人での取り返しか、いやマンチキンを待つか。ロング設置、ガレージからも打てるような設置にはなりましたが、オーリーサーターどこで切るか。アフターショックで足止め、あ15入った。しかしそこにはデップ、ローリングサンダーディフェンダーサイドに、マンチキンはどうする。マンチキン間に合うか。なんとか逃げた。フラッシュの開始、絶対マンチキンデップだ。このラウンドは勝負ありか。このラウンドデップがネスにスモークを使わせました。ファーストブラッドデップ、タイミングが絶妙だ。そのまま A の方に流れていく。いやでも A 中にいるぞ、マンチキン隠れてるぞ。スモークは間に合った。このスモークでマンチキンがいることは気づいてるはずだ。メイン入る、いいポジション。マンチキンマンチキンはどうだ、倒せない。手ぶちゃ倒せない、倒した。時間ないぞ、メインはダブルキル。そうだ、ネスもカバーに入った。抜きでなんとか止まった。倒しですか、ダブルキルだ。ロックダウンの反応にはそれが間に合った。12本目はクレイジーラクーンが来るなら間違いなく裏から来るだろうと。来ました、オペレーター、オペレーターマンチキン。かなり苦しいポジションですけど、いやドライでした。ドライでいく、ここ焦る。まだ待つ、まだ待っているが、フレック早すぎる。しばさみだ、ここにはポポガチがいます。命中だ、ポポガチが止める。リコンボルト足止め、バックサイドに隠れる。メインのカバーを待った、ポポガチ横から出る、ポポガチ。ドローンが回ってきますが、そのカバーに当てる。マチン頭に当てましたかね。スネークバイトの開始、天は深めの設置です。ショック、なるほど、体一つ隠してきました。非常にセクシーなポジション。うわ抜かれた、これ一目きついぞ。しゃがみでなんとか頭を隠した。テン、ネス、ともにワンキルずつ取って2対3。設置をしたゼータ、残り1人、レップのワンオンスリーは、ポポ勝ち。
抑えまして、ファーストラウンド、クレーによらず、下には点。裏から。うお一人目、シュガーゼロ落としました、これで。一応、ミッドの中とか、チューブ抜けの可能性があり得るので、そこのケアしてるんじゃないですかね。この光線ではネズ。点でプト回転。上からラズ。キング上です。2対3の人数状況。問題はマンチキンのブレードストームでしょう。ゼータの目線だと裏もあり得るのでベルトが怖い中で正面にマンチキンがいた。お抜ける抜けました。トレードマークが壊れたのは分かったでしょうか。アステルとの駆け引き、そのまま A 設置です。ユキシロさん、これによってマンチキンオペレーター購入できますか。そうです。ファーストブラッドメイメイデップどうする。おお、できます。いや、離婚です。ここはメイ、メイが強い。ここもマンチン外しません。いや、これはキッチンだ。ネス、シュガーゼロ、ネス、ナノスワームでダブルキルです。削った成果がありましたね。バレましたね、今ので。抜いた、バイパーズピッタです。これは強いですね。重力がどうなってるんでしょうか。スリフティスリフティです。スリフティでいきます。うん、おー、リピックには対応。設置できない、壁失敗だ。いやー、壁が下落ちちゃってますね。さあ、はい、マンチキンのオペレーターの命中率恐ろしいですね。レードストーム、デップが持っている。ドローンとともに前に出た。ファーストブラッドストーン、シュガーゼロが落ちた。前に出る。しかしそこにはポポカチのカバーだ。素晴らしいカバー。張り付いた点、ポポカチを打ち抜き、ラズのツールドフォースでマンチキン。そしてクローが DT は十分。上から捨てる。バイクドロップ、カバーに入ったラズ。ワンオンツーのネス外した。上からクロー。おお、冷静な判断。ダーセンター中部上がっていきました。あ、確かに一瞬見えてましたからね。もうですね。アステルのカバーが入りました、ね、まずは壊しながら入っていきますが、手前にポポガチスパイクドロップ。足に刺さってしまってな。デップを落とした。最後の一人。あ、いやー、ね、ギリギリ見えなかったかもしれません。いや、見えたみたいな動きしてますね。うんうん、少し出る。そして今度はメイです。キング上、頭145、はい、ね、カンタムキュウリと合わせた熱のカバーだ。打開できるか、ゼータディビジョン。おっと、手間気づいてない。帰ってきた。マンチキンはこらえる、こらえ切った。6対3クレイジーラクーン。それでも勝負だ。ファーストブラッドマンチキン。こうなるとポポガチとメイでどこまで耐えられるか。ラズが打開した。4対4人数状況ではイーブンですが、ゼータの人数に耐えられるか。この位置は気づかないだろう。オフアングル、ラズが起きた。抜いていく点、うん、うまく返しました。1人で2役蘇生をしてワンピックを取る。人数状況4対3、リテイクが始まります。開始のリコンボルト、メイクバイトで足止め。点、うわ、フリック、ここも削りに行く。うん、最後はラズのキルで7。ファーストピックはラズに回るか。ファーストブラッド、おお、取った、来た来た。このセンター、上から、ああ、登れない。身長、さらには飛ぶ能力が足りなかったか。いや、このペンギン設置、アステルを倒し、マンチキンを倒し、そして天が最後はしました。ラフ、1人2人、武器を変えたクラシック。センターではメイ、驚異の150の体力です。センターからアステルのカバー、3対3。間違いなくゼータにとっての問題児はメイだ。150の体力、外しませんね。体力正義だ。手前にいる、倒した。2on2、リコンボルト上がってる。クロー、ポポガチは食奪2本、
バリアオブ。どうだ、壊せるか。割れない、クラシックで割れません。ガチガチはドクラズだ。しかしリロードのタイミング、ポポガチのダブルピーク。中部抜けが怖いのでディフェンダーサイドに寄っている黒、落としたな。デップだ。こうなると天を隠したような動きです。壁を使ってデップ、手前に天が勝った。壁を壊していく。時間稼げているのはゼータディビジョン。寄りを待ちます。手前にはネス、カバーに当たって、ポポガチはカバーに入る。ラクターにクロウがいます。毒の壁よ。スパイク回収。時間ないのです。ここで接するしかないですね。残り1名。ラズの射線もきっちりはまり、ギリギリ。ハンデブの準備のラズ。いるのが分かった。いやー。オペレーターです。置いてる。ぴったりの位置に置いてましたね。アステル、無理やり設置完了。しかも、ようこそ私の世界へ。ちょうどドローンを撃った瞬間、ドローンが飛んできます。位置が分かった。デップは手前に、バイパーズピット内のデップ抜いていく。メイン手前に張り付かれている。4対33人で守りきれるか。クレイジーラ君3対3バリアオム失敗。うまく抑えた。デップの動きは重要だ。デップ見えた。おお、取り切った。時間は十分にある。7本目はゼータディビジョン。よく取り切りました。取りましたね。消えてもらおうか。ラズの石、おお、カバーが入った。カバーが早い。ドローンが刺さった。点は下がるしかありません。黒の離婚返し、これも失敗。うまく破壊できました。4対4の人数状況。マンチキン、ラズ、互いのエースが抜けました。対策してる。ピンポイントでそこ抜いた。それはさせないぞと。ゼータディビジョンは対策済み。4対3、無理やりの設置。エンプレスも切れます。まずはリコンボルトで手前はクリア。黒のリコンボルトからリテイクが始まる。テップオペレーターですかね。どうなるか。テップオペレーター、ラッターからシュガーゼロ。ポポガチバレるか。見られた。ラストポポガチ、1人取った、2人取った。あるぞ、ショックダッサー2本。ハンターズユーリー、ハンターズユーリー一発打って手前にいる。テッパー、しかしおお、解除も成功。9対9、終わりだ。ゼータ追い、もう A ラッシュ。オペレーターは手前に。ファーストブラッターラズ、ランデブで帰ってく。デップのカバーが入った。順番に出た。デュエリスト2人が消えた。クレイジーラクーン、アステルネズ、ポポガチが残ります。ドローンを超えた。しかし角度で見えた。しかもそこデップがカバーするんですね。無理やりの設置は完了です。最後の1人。おお、21ラウンド目まで見据えた設置。パーフェクトラウンド、ゼータディビジョン11本目。流れはゼータディビジョンでしょうか。時クレジラ君、中年のエラッシュ、メイが取った。オーバーキル、バイパーズピット、中に入ったシュガーゼロ、これのピットだ。バイパーが落ちた。ダズのカバー、ダズ逃げれるか。ショックダズでメイが体力61。ここはメイが勝った。オーバーヒール、黒のカバーだ。温存する。ここでは打つべきではないか。キャンセル。それがゼータの判断でした。リコンボルト1人は確定。開始のリコンボルト、手前の足音は聞こえました。直達、直達の開始。そうなったぞ。体力57のネス、スオンツーだ。1ストレート。最後はポポガチだ。クレイジーエントリー、武器はジャッジです。設置はどうだ。抑えてる。動きを対策する。逃げられないぞ。はさあ来ました。俺はハンターだ。黒のハンター落ちた。50秒設置するしかない。黒設置はできた。3対5だ。苦しいクレイジーラ君。ジャッジを持ってるマンチキがいます。
勝負に出るか。ブレードストーム入っていく。一瞬見えたぞ。この中にいる。見えた。パーフェクトロンドなるか。ゼータディビジョン。いくらでもダメージアビリティが飛んでくる。ネスも落ちてしまいましたからね。クロウの我慢もありましたね。はい、設置は通りましたが、あの瞬間メイ落ちましたからね。はい、クレジットが、うわー、やはりマンチキンにバンダル動けない。それでもダメだ。ーズが止めた。武器がない。エースが消えた。5対4。どうするイエローラ、どうするクレイジーラ君。天がこの位置、まさかの天が後ろにいる。素晴らしいポジションだ。ダブルキル、なんとか返した。これで武器1本取れる。2オン4でもきつい。ポポガチネスが残りました。やリコンもありますからね。スパイクを確保。残り45秒。ここから A はなさそうですね。リコンボルトで確定でしょうか。うわ、追い込みのこのスネークバイト。あと30秒。横に設置はしたくない。2つ目も来るぞ。厳しい。いや、上から。